はい、3連チャンでね、ご紹介しています、フィギュア紹介、コズの趣味へ、ようこそ。はい、今回最終日となりますけれども、4日連チャンでお伝えしてきました、最終日、こちらを紹介していきたいと思います。はい、グランジスタから、ベジータですね。このでっかいねシリーズ、悟空をね、前回というか結構前にね、ご紹介しましたけれども、それのベジータをね今回ご紹介していきたいと思います。これはねめちゃくちゃでかいですね。うん、もう重い、とにかく重い。悟空が結構約1キロぐらいあったんでね、ベジータもそんぐらいありますね。ベジータはまあ通常顔と、魔人ベジータの時の顔が付属するということでね、こういう感じでね、まあその分重さが的に同じかな。背はねベジータの方が低いんですけれども、まあ その分ちょっと重さは変わらないかなという感はあります。ということでね、こちらを、開封していきたいと思います。はい、ということでね、一応ね袋の状態で出してみました。はい、こういう感じでね、まず台座、で、胴体で、顔パーツが2つ、はい、こういう感じでね、分かれてますね。はい、いやーやっぱでかいねこれね。じゃあね、早速、組み立てたいと思います。はい、ということでね、組み立て終わりました。はい、こちらですね。いやーこれもすごいな、もうねかっこいいね、顔も似てるしね。いやー MSP とかも出てるけど、 MSP、SMSP だね。もうほんと引けを取らないですよね、このベジータは。こうね、もうでかいからね、こう、なんか全体があまりね、うまく映らないんですけれども、結構こう、ダメージ感とかもね、ちゃんと再現されてるし、こう筋肉のこう血管の浮き具合とかもね、すごいですね。まあ、髪のね、色は後ろのトランクスと同じように、テカテカのちょっとメタリックがかかってる感じになってますね。いやすごい、くーやっぱね大きいねこのシリーズは、重いし大きい。一応ね、頭部パーツ、これはノーマルバージョンですけれども、ちょっとね、これをね、魔人ベジータにねちょっと、交換しようかと思います。早速ね今、交換しましょう。はい、ということでね、こういう感じで、めっちゃかっこいい。あーやっぱこの魔人ベジータの時ね、この魔人ベジータの時はね、この不敵な笑み、悪っぽい感じがね、すごい。いや、いいね、このにやけ顔。めちゃくちゃかっこいい。まあ、自分はね、ちょっとこの魔人ベジータ状態でね、飾ろうかと、思ってますね。はい。いやー、すげえ、これ。いいこれ、いいな、このにやけ具合がすごいよね。いやーすげえ。とりあえずちょっと100均台座に乗せてちょっとね見ますか、大きいからどうなのかな。はい、ちょっとね大きいのとあれでね、ちょっとカメラをちょっと高くして引いた感じじゃないとちょっと全体が映らないんでね。いやーこれはすごいね、熱っ、しゃしゃい。
ちょっとねバランス的にやっぱねちょっとこうまあこのね大きいシリーズ特有でねあんまそこまでね、しっかりとこうまあ立ってくれない感じはありますけれどもね、ちょっとこのね今この立たしてるこのねまあそう、まあ、ソファーのあれでやってるんですけれども、それに、よりますけれどね、もうちょっとちゃんとした平らな場面だったら、自立はするんでしょうけれどね、すいませんこちらの都合でねちょっとこういう感じで、やってますけれども、はい、で頭部パーツもねちょっとこう貸していただいて、いやいいね、いやーいいねこれ、見分け方うわかっこいい、この角度かっこいいなこれ、いやいいねめっちゃかっこいいわこれ、ほんとこのグランジスタはねほんと悟空もすごいかっこよかったけどね、本当5000円くじのね SMSP に本当引けを取らないっていうか、もう本当ねそれ以上かっていうぐらいのね、まあ、まさかこれをね普通に 100円、まあ大体100円でね、1プレイで取れるような UFO キャッチャーで出せるっていうのがすごいですよね、はい、ということでね、今回はね、4日間連チャンでねフィギュアを、ご紹介してきましたがね、はいこういう感じでね、まあ、皆さんね、どうでしたかね、取られた方もいますかね、まあ自分はね取るっていうよりも買う派だからね、こればっかりはね、まあ取れる人は取れる、取った方がね安上がりかもしれないですけど、自分は絶対ねもう1個取るのに3000円とか使っちゃうんでねだったら買った方が早いということでね、今回全部、普通に買わせていただきました、はい、まあ、皆さんもね、ぜひ手に入れる機会がありましたらね、もう本当これはねドラゴンボールファンだったら納得いくね、4品だったと思います、はい、まあこれ以外にもね、まあ、あとシェンロンとかもね、一緒にやったんですけれどもね、やっぱり金銭的にちょっとまあ余裕がないよね。まあこんだけ買うとね。まあ大体1体がね、大体まあ1700円ぐらい、で購入したんでね。やっぱそれを4体ってなると、やっぱそれなりの金額いっちゃいましたんでね。まあ、予算が1万ぐらいだったんでね、ギリギリな感じがあったんでね、まあ普通にねそれをね100円で、UFO キャッチャーってね500円とかで取れる人は本当すごいよね、めちゃくちゃうまいのか運がいいのか、まあそういう人はね本当取った方が安上がりですよね、ということでね、4日間連チャンでね、ご紹介してきましたけれども、まあね、一応これからもね、もうどんどんとね、フィギュア、購入したやつをね、紹介していく予定です。まあ一応ね、まあ、これを買いに行った時にね、もう一つね、ワンピースでね、ゾロとかもいろいろ出てたんですけれどもね、そこも買えなかったんでね、チャンスがあったら、買ってね紹介していきたいと思います。まあワンピース、あとまあガンダム系とかね、あとまあ購入してね、紹介する予定のまあマジンガー Z とかね、メタルビルドシリーズとか、そこら辺をね、紹介していく予定ですんでね、ぜひねチャンネル登録してお待ちいただければなと思います。まあ4日間連チャンでご紹介してきましたけれどもね、本当ね見ていただいた方にはね本当感謝いたします、はい、
ぜひね、されてない方はね、この機会にチャンネル登録して、あとね、もしよろしければいいねボタン押してください。はい。それでね、自分のモチベーションが上がりますんでね。はい。ぜひね、よろしくお願いします。では今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。